メなんていうじゃないですか。そこダメなんですよね。そうそう。二人二人。そうそう。じゃなくて。そうそうそう。うん。いいですかって言って、いいですって言うところもあるんですかね。と思いますね。
日本吹奏楽発祥149年記念演奏会を開催いたします。演奏に先立ちまして公益社団法人日本吹奏楽指導者協会会長岡田智之よりご挨拶申し上げます。ようこそいらっしゃいました。私たちは今、長い日本語の名前、名称、公益社団法人と言いましたが、これを略して、JBA とこのように略しておりますので、JBA で覚えていただければと思います。で私はそこの今、会長を務めさせていただいている岡田と申します。本日のご来会、改めてありがとうございます。今年の夏場は、猛暑、夏なし猛暑、すごかったですね。作曲したものということが出ましたけど、今からその演奏を
させていただきたいと思います。なおこのペットンが作りました君らにつきまして、さらに少し詳しくですね、JBA の谷村正二郎様に、お話をいただきたいと存じます。先生お願いいたします。ただいまご紹介いただきました谷村でございます。今会長のお話にもありましたように、薩摩藩士が32年ここ妙高寺に寝泊まりして水道学の伝承を受けたということでございますけれども、まあ、来年が150周年ということで、果たしてその32名の子孫がどこに今いるかということを、実は鹿児島の水道学連盟の方々に頼んで調べております。来年までになんとか分かるだけ探してみてくださいということで言っているわけでございますけども、実はその32名のうち2名だけははっきりしております。1名は初代の海軍軍幕隊長中村助文という方がおりまして、この人は、の子孫がお孫さんがですね、横須賀に住んでおられまして、5、6年前になるんでしょうか、一度この妙高寺にも来ていただきまして、ご住職にもご挨拶しております。その人は、海軍軍楽隊の隊長として明治36年まで勤務して、大正の末に亡くなっておられますけども、もう一人西健三という方がおります。この方は、陸軍軍楽隊の初代隊長ということになっておりますけれども、この人は初代隊長ということではありますけれども、早めに辞めまして、鹿児島に帰っております。実は薩摩藩の軍楽隊はですね、一回できて一回鹿児島に戻って、でまた明治4年に、東京へ出てきてですね、それから、明治5年の2月に兵部省というところが陸軍省と海軍省に2つに分かれたんですね。でその時に軍楽隊が二分されたということになっていたり、そういうことを書いてある本もありますけれども、これは絶対無理なんです。当時は楽器が一組しかないわけですね。ですから一組しかない楽器をですね、半分に分けてバンドを2つ作るなんてことは絶対できません。でその薩摩藩のバンドの大部分の隊員は海軍軍楽隊に明治4年の2月に移りました。で西健三以下数名が陸軍軍楽隊要員として、残されました。それで明治5年の秋にはフランスに楽器をですね、吹奏楽器一式を注文しております。これは当時の金でも莫大なお金だったんですけどですね、でこの楽器がいつついたかっていうのはちょっとまだいろいろ調べてるんですが、わからないんです。ということでもって陸軍軍楽隊の方が海軍軍楽隊が若干遅れてできたのではないかと思います。でその西健三という方が、早めに辞めて鹿児島へ帰ったんですけれども、鹿児島でいろいろと吹奏楽関係の仕事もやっておられまして、でこの方は大正13年の3月14日に亡くなっております。で昭和42年の3月14日にですね、鹿児島県の吹奏楽連盟、そのお墓の前で墓前祭というのをやっておりまして、鹿児島の吹奏楽連盟のバンドがそのお墓の前で演奏会をやっているわけです。何しろもう50年ぐらい前でございますので、今の鹿児島の吹奏楽連盟の皆さんもほとんどその時のことを知らないんです。それで一人畑中さんという熱心な方がおられまして、その墓前祭の時の写真を見ましたらですね、大きな木の下に西健三の墓があったということで、その鹿児島市立の外墓地という大きなお墓があるんですけど、墓地があるんですけど、そこへ探しに行ったわけです。でいざ墓地へ行ってみましたらですね、すごい大きな墓地で大きな木がたくさんあるんです。ですから探しようがないわけですね。それでもせっかく来たんだからということでもって一生懸命探したんですけども、なかなか見つかりません。でそのうちに夕方になりましてですね、だんだんとこう薄暗くなってきたんで、
さすがにちょっと寂しくなってきましたので、あと一つあの木の下を見てそれで帰ろうということでもって見たら、なんとその木の下に墓地があったんです。西剣道と書いてあったんですね。それでそのお箱を見ましたらですね、そうしましたらもう最近植えた花が生けてあったそうです。それではこのお墓を大事にしそうな方がしているんだなということでもってですね、ビニールの袋に名刺を入れて、こうこうこういうわけでご先祖様のことを、まあ、調べておりますのでご連絡くださいというふうに書いて入れておいたんだそうです。そうしましたらしばらくして連絡が来て、で現在その西健三という方の、鹿児島におられる遺族の方は分かったわけです。で実は昨年ですね、この妙高寺のこの催し物の時に、外務省から会計検査院に出向しております、山村さんという方がロンドンにいた頃、初代海軍が先ほどお話の出ましたケントンのことを調べました。でそのことをちょっとお話した中にですね、西健三という名前が出たんです。そうしましたらこのお客様の中にですね、西健三の、ご子孫の経理の方がおられたんです。それで終わってからご挨拶いただきまして、私もお会いしたんですけどもですね、西健三のひ孫の雅人さんという方がおられるんです。その方が亡くなられて、その、奥様とお孫さんがこちらへ来られている。ですからその岩村さんの話の中に西健三というお話が出なければですね、多分その方も何も出てこなかったんだろうと思うんですけども、その時はご主人が5年ほど前に亡くなってたんですけど、ご主人の遺灰を持ってこちらに来られてたんですね。それで遺灰を持ってきましたって見せていただきましたんですけどですね、まあ、そんなことで本当に不思議な縁で思ってですね、西健三の今川崎市に住んでおられるひ孫さんの奥様とお会いできたということです。でちょっとお伺いしたいんですけれども、この中にですね薩摩藩士の、ゆかりの方、ご子孫あるいは警備の方がおられましたらですね、ちょっと名乗り出ていただけるとですね、非常にもうありがたいでございますけれども、まあ、本当にそんなようなことがありまして、全く不思議なことがですね、続いてこういうことが分かりましたんです。で鹿児島の方でもですね、そういうことでもっていろいろと来年の110周年に間に合うようにいろいろ調べてくれるということでやってもらいますので、また来年はもっといいお話ができるのではないかと思います。でここでもって最初に、薩摩藩士を指導しましたジョン・ウィリアム・フェントンに関しましてはですね、今日来られております秋山先生が非常に、丁寧に、調べておられますので、ちょっとフェントンの経緯も先生にお話しいただきたいと思います。先生、お願いします。はい、ありがとうございます。ごめんなさいね、あと3分こんにちは。今お話があったように、どうして来年でちょうど150年になるわけですがね、どうして鹿児島の三大が横浜に来て吹奏楽を習ったんでしょう。そこが不思議ですよね。横浜だって東京だっていっぱい人がいたでしょうに、その人たちが習わないで、この皆さんが持ってる楽器 は鹿児島の人が習ったんですね。それはまあ話が長くなりますから、もう話は詰めますけども、僕たちが使っている楽器の、打楽器はですね、なんとオランダから最初に習っているんですね。だからラッパは今のような立派なラッパではないんですが、軍隊ラッパは横浜にいたフランスの軍隊から習っているんですね。これは全て開港するか、その以前から始まっていることなんですけども、横浜が非常にこれが関係してくるのはなぜかという例の生麦事件があったんですね。生麦事件があってイギリス人が殺されたために1863年にイギリスは軍艦を7隻送って、幕府からお金を賠償金を取って、でそのうちで鹿児島の金港まで行ったんですね。
それで鹿児島からもお金を取って下手人を出せと言ったんですけども、知らん顔して下手人だって逃げちゃっていないですって嘘を言って、断ったんですよね。それで話が拉致がかからないので、イギリスの軍艦が、近郊湾の中にいた薩摩藩の船を4隻焼いちゃったんですね。それで薩摩藩が怒って、突然砲撃を加えたんです。でイギリスはまさか薩摩藩がこんなにすぐ攻撃、感激するとは期待が思ってなかったので、戦闘を走っていた機関という船が大変損害を受けてですね、艦長も副艦長も戦死しちゃってるんですね。ところが、イギリスもその7隻の軍艦が負けていないで、大砲をぶっ放して、その頃の鹿児島の大砲は砲丸投げみたいな丸い弾をドカーンとこう打ち出すだけで爆発も何もしなかったんです。イギリスの大砲はすでにもう大砲の形をして火薬の入った弾で撃ったものですから、鹿児島の船がほとんど全滅に近く焼き払われてしまう、砲台も全部壊されてしまう、ね。そこで、島津港はこれはいけない、もうこれからイギリスと喧嘩しててはダメだ、全てイギリスに学べっていうふうにすっかり方向転換して、兵隊を送ったりか、兵器を買ったり軍艦を買ったり、イギリスと仲良くしてたんですね。でそれで、その名古屋事件があったために1863年からイギリスだけではなくてフランスの軍隊もこの横浜に駐留している、この山手あたりにいたわけですよね。ここからほとんど近いところですね。今度今あの資料館で地図が出てますけど、ここからあの大和の駅の方行ったところが、イギリス軍の駐屯地で、そこにいたわけですね、イギリス軍が。で鹿児島は、兵隊を送ってですね、侍を送って、イギリスがどういう軍隊で訓練してるか見てもいい。でそれを見て、その時に初めて軍艦隊っていうものを見たんですね。でイギリス軍隊は、1863年からいたわけですが、1868年、つまり明治になった年に、今年が明治150年です。明治になった年に、軍楽隊が来たわけですね。その前からも軍楽隊がいたんですけども、特に来たのは第10連隊の第1大隊という軍楽隊が来て、そこにフェントンという、指揮者がいて、そこに駐留したんですね。それでそれを見た薩摩の侍がですね、これいいからぜひうちの班でも取り入れてくれということを頼んで、先ほどお話したように32人の侍を送ってですね、練習を始める。その練習を始めた場所がまさにこの庭だったんですね、この妙高寺だった。だから本当に妙高寺は日本の吹奏楽が初めて始まった、来年で150年になるんです。でこのそれがいろいろあってですね、フェントンという人はイギリスから奥さんを連れてきたんですが、ここで亡くなってしまいます。でその人のお墓は今外人墓地にあります。でここでアメリカ人の娘さんと結婚するんですね。この人は38歳だったんですが、横浜に出会った結婚の時には28歳って書いてありますけど、その人と結婚したの。でその後ですね、長いこと約100年ぐらいフェントンは横浜で任務が終わってから、海軍軍艦隊を教えた後どうしたか、大体の人はほとんどの人は任期を終わってイギリスへ戻ったと、どこに本に書いてある。ところがそれが違うっていうことをまた発見した日本人がいました。その人は横浜に来て外国船の乗客名簿を調べたんですね。そしたらなんとフェントンは、シティオブ東京号という日本の汽船に乗ってサンフランシスコ行ったってことを発見したんですね。そこからまあいろんな話が始まるわけですが、だからフェントンはイギリスへ帰らずに、アメリカ人の奥さんとここで結婚したもんですから、アメリカに行って、その後スコットランドにも行ってるしね、で最後はアメリカで亡くなって今お墓がございます。でその、子孫の方が実はいらっしゃいまして、今から10年前の2008年にここに、旦那さんと奥さんのお二人を妙高寺さんが呼んでくださってですね、ここで挨拶をしてもらいました。まあ、そんなわけでね、ごめんなさい、だからね、皆さんとその先輩の旅館を見て、鹿児島の人が初めてこの水素楽をこの妙高寺で勉強した。それだけ覚えてて、どうも失礼いたしました。
秋山先生、そして谷村